まあ、ピッチとあとは、まあ、感想と、まあ、コーチなので、まあ、そこの3つぐらいが少し、難しくなるところかなと思いますけど、まあ、前回やってるので多少慣れてますし、まあ、そのアウェーで、ね、やっぱそういうチームと戦いに来たっていうのがあるので、まあ、いい試合したいなと思います。まあ、しばらく試合してないと思うので僕もあんまり正直イメージはないですけど、まあ、何人か、まあ、中盤の選手なんかフルハムとかでやってた選手なんで多少知ってますし、まあ、アジアカップでも他のグループの試合見てたので、まあ、なんとなくイメージありますけど、中東の中でもかなりサッカー組織化されたチームだと思うので、まあ、今までみたいに簡単に勝たせてくれると思うんです。まあ、無失点は続いてますけど、まあ、これからもっともっと続けていかなきゃいけないと思いますし、まあ、それが公式戦だろうが、フレンドリーマッチだろうが関係なく、続けていきたいという話は、まあ、西川選手はじめいろんなセンターディフェンスの選手との話なので、まあ、無失点に抑えるということは、どんな相手だろうが簡単なことではないと思うんですけど、続けていくことが、チームの自信にもつながるし、ベテランにもつながると思うので、意識してやっていきたいなと思います。